川海人のエクステンドラジオエンディングでーす。はい、はい、なんか今日のラジオやって斉藤壮馬の凄さをまざまざと見せつけられたような気分だ。いや俺カルパッチョしか言ってないけどね。カルパッチョ本当面白いもん。いいですよ、今後使っていただき。使わないよ使わないよそんなの。いやいやいや海人くん、涙を拭うパッチョダメダメダメ、ホントダメなんだってよく見てもらえば分かるけど笑ってるの海人くんだけだから。いやいや嘘だろもうまあね、そんな感じでね、ちょっと今回のラジオでね、僕がちょっと変わってるってことが分かりましたけれども初めて俺も知ったんだよな。といかがでしたか、2週に続いてこうお付き合いいただきましたけど。なんか先週の頭にも話したけども、はいはい、やっぱりこう普段ね仲良くさせてもらってる海人くんと、はい、ラジオでご一緒するとどうなるのかなって思ってたけど、うんうん、まあやっぱり楽しかったです、すごい、うん、なんならさ飲み会の時とそんなに変わらないよ本当に割とこのまんまな気がする、うん、まあもちろん飲み会はプライベートなんでメールとかそういうのはないですけど、うんうん、まあ、お互いの近況とか話してたらもうトークテーマなんて無限に出てくるわけですから。確かにね、それをねずっとバーで飲みながら話してますからね、うんうんうん、だから今日はすごいプライベート感のあるラジオ割と素の部分を、うん、いやだから本当今回限りと言わずまた呼んでいただけたらもういつでもふんってなんだふんって言ったなと思って。お言ったな。おまた呼ぶぞ嬉しいパッチョ本当ダメだ、だってあのさ声作ってパッチョ言うのやめて本当すまんパッチョはい、この番組では引き続き、はい、皆さんからのメール引き続きお待ちしています、はい、はい、もう2回引き続き言いました現在募集中のコーナーは皆さんの自己紹介エピソードを送ってもらい僕が友達になれるかどうかを勝手に判断させていただく友達エクステンド、僕に即興演技をしてほしいテーマをいただく即興エクステンド、そして身の回りにいるちょっと苦手な人への心の叫び、つまり悪口を送ってもらう、お前なんか苦手だです。こちらのコーナーね、うん、斉藤壮馬さんにも今後来ていただきたいと思います。やりたいやりたい、悪口ね、悪口なんです。山口じゃないの、まあ、ふにゃこてこの他番組の感想、僕への質問相談、何でも結構です。すべてはこちらのアドレスへお願いします。extend@joqr.net extend@joqr.net extend のスペルは extend です。公式ツイッターアカウントは @extend_info、番組情報だけでなく女性向けコンテンツブランドエクステンダの情報も発信しています。こちらもぜひフォローしてください。というわけで斉藤壮馬さん、今夜のお別れの一言お願いします。いや困るねこれね。ああ全然思いつかないよ。そうですね、いきますよ。はい、うん、すげえ思いついてんじゃん。なんなら先週から考え続けてきた。うるせえぞ。ごめんなさい。あもうこんな時間、ったくしょうがねえな。石川海人のエクステンドラジオ、来週もこの時間お前をキュンキュンさせるパッチョまた飲もうね。またね、バイバイ。次どこで飲む？近場で飲もう。オッケー、うん、じゃあね。日本酒がいいな。はい、今日ありがとう。ありがとう。